1月1日に起きた能登半島地震というショッキングなニュースや、1月2日の飛行機の衝突による爆発事故で、新年明けましておめでとうございますという何度も聞いたこのフレーズを、今年はなんとなく躊躇したなんて方も多いと思います。私もなんとなくおめでとうが言いにくいと感じていました。さらにアメリカによるイラクへの攻撃もあったり、中国の研究チームが致死率 100% のコロナウイルスを作ったなどと言い出して、心から安心して生活を送れるのはいつになるかわからない日々が続いています。これらは2024年が開始してまだ1ヶ月程度でのことでした。皆さんも2024年はさすがに暗いニュースが多すぎると感じていると思います。ですが、これから先の日本にはまだとんでもない大災難が起きると言われているんです。その災害とは一体何なのでしょうか。こんにちは、明日来るの案内人です。近いうちに来ると言われている南海トラフ大地震についてお話ししていきます。まず想定される大災難としては南海トラフ大地震が挙げられると思います。南海トラフ大地震ってよく聞くけど実際何なの?みたいな方が多いと思います。なのでまず南海トラフ大地震についてお話しいたします。南海トラフは日本の太平洋側に位置する海溝で、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいる地帯のことを言います。この地域でプレートが歪みを溜め込むことによって断層が動き大地震が発生する可能性があると言われており、その地震が南海トラフ大地震です。過去にこの南海トラフでは周期的に大地震が起きており、特に記録に残る大きなものとしては1707年の宝永地震、1854年の安政南海地震、1946年の昭和南海地震などがあります。これらの地震はそれぞれ大きな被害をもたらしました。専門家たちは地震発生の周期や過去の活動パターンを分析して、南海トラフでの次の大地震発生の可能性について研究を重ねています。その結果、今後30年以内に 70% 以上の確率で大地震が起きるとの予測も出ているらしく、この地震が起こると最大で震度7の揺れが予想されています。これによる被害総額は日本の国家予算の2倍とも予想されています。さらに詳しく南海トラフ大地震の規模や被害について知りたい方は、明日来るの過去の動画もぜひチェックしてください。この南海トラフ大地震は起こるかもしれない遠い未来の話ではなく、私たちの生活に直結したリアルな災害の話です。現在科学技術の進歩により地震の観測網や予測技術は向上し続けていますが、自然現象の複雑さから正確な発生時期や規模を予測することは依然として難しい状況です。ですがそんな南海トラフ大地震の発生を予知している方がいるんです。それが漫画家の辰木亮さんです。この方はしばしば夢の中で災害や事件に関する予知夢を見ると言います。そしてその予知夢を私が見た未来という漫画にして出版しています。この漫画の予言は今までに東日本大震災や新型コロナウイルスなどの出来事を的中させてきました。そんな辰木亮さんが私が見た未来の完全版の出版前に、本当の大災難は2025年7月にやってくるという夢を見て、これは書かなきゃという使命感に駆られ急いで加筆したらしく、この予知夢が東日本大震災の夢を見た時の状況とよく似ていたといいます。そしてこの2025年7月5日の大災害が南海トラフ大地震ではないかと言われているんです。今から1年と少し先の未来に国を揺るがすほどの大地震が来る姿なんて想像もできますか。ではもう少し辰木亮さんの大災害の予言について詳しくお話ししていきます。まず予知夢の詳細ですが、2025年7月5日4時18分に巨大津波が起こるといったものです。さらに私が見た未来完全版には2021年7月5日4時18分にポコンと海が盛り上がってという夢を見たといったイラストとコメントが記されています。また2022年2月5日午前4時18分にも同じ夢をより詳しく見たといいます。その内容が日本とフィリピンの中間あたりの海底がボコンと破裂し、太平洋周辺の国に巨大な津波が発生し、香港から台湾そしてフィリピンまでが地続きになるような感じに見えて、その津波の高さが東日本大震災の3倍ほどあったというんです。2021年に見た夢のイラストについては諸説ありますが、少し怖い説がささやかれています。それがトンガの噴火と似ているという説です。2022年1月15日、南太平洋に位置するトンガ王国近くで、ハンガトンガハンガハーパイという海底火山で壮大な噴火が発生しました。この噴火は、世界中で観測されるほどの大規模なもので、噴煙は大気中に数十キロメートルにも達し、火山灰やガスが大量に放出されたことが報告されています。この噴火の影響で、広範囲にわたって津波警報が発令されました。
約8000キロも離れた日本を含む太平洋沿岸の多くの国々で津波の到達が確認されており、その高さは場所によって数十センチメートルから数メートルに及んだとされています。実際に日本では 1.1 メートルの津波を観測しました。トンガでは津波による被害が特に甚大で、沿岸部の集落が押し流されるなどして多くの住民が避難を余儀なくされたんです。この噴火の特徴の一つは、その音が遠く離れた地域まで聞こえたことです。例えばアラスカやフィジーなど、火山から数千キロメートル離れた場所でも爆発音が観測されたらしく、その規模の大きさを物語っていますよね。環境への影響も報告されており、火山灰が広範囲にわたって降り積もることで、農業や水資源に悪影響を及ぼすことが懸念されています。この噴火のポイントは2点あります。1つ目は、噴火当初は津波の心配がないとされていたにもかかわらず、世界各地に津波が訪れたことです。気象庁はこの噴火を受けて、若干の海面変動が予想されるが、被害の心配はないと発表しましたが、その5時間後に津波警報を発令しました。ポイントの2点目は、火山灰が広範囲にわたって降り積もることです。火山からの噴出物は時に地面の形を変えてしまいます。もしも大きな規模でこれが起きたら、予言にあった香港から台湾、そしてフィリピンまでが地続きになるような感じに説得力が出てしまいます。考えすぎだし、地震の話でしょと思っている方もいるかもしれませんが、そうではないんです。辰木亮さんが言っているのは、あくまでも大災難というキーワードです。ですが、実際に我々の住む日本で噴火する火山なんてあるのでしょうか。海上保安庁の海域火山データベースによると、日本の海域に存在する火山は35個確認されています。特に問題視するべき火山は、伊豆東部から連なる火山群です。ここは火山の数もそうですが、日本列島への近さもかなり問題です。もしもこの火山のうち一つでも噴火したら、トンガの時のような津波が神奈川県を襲うことになり、首都圏へと大打撃を与えることになります。もう少しだけ詳しくお話しすると、例えば海底火山が急激に噴火し、大規模な地滑りが発生した場合、そのエネルギーによって津波が発生する可能性があります。また噴火によって火山帯が大きく変形すると、海に向かって大量の岩石や灰が流れ出し、それが津波を引き起こすことも考えられます。津波の発生があるとして、神奈川県における影響の程度は、噴火地点からの距離や海底の地形、津波が広がる方向、そして沿岸地域の地形によって大きく変わりますが、相模湾に面した神奈川県の沿岸部は特に津波が直接到達しやすい地域です。しかし湾内での津波の挙動は非常に複雑であり、湾内での波の反射や干渉によって津波の高さや到達時間は予測が困難です。なので常に最新の情報や避難所を心得ておく必要があります。首都直下地震と南海トラフ大地震は日本における2つの大きな地震リスクであり、その関連性については学術的にも注目されているそうです。しかしこれら2つの地震が物理的に直接関連しているわけではありません。それぞれが異なるプレート境界で発生する地震で、発生メカニズムや影響範囲が異なりますので、お話ししていきます。まず、首都直下地震ですが、フィリピン海プレートの下に、北アメリカプレートが沈み込む関東地方の直下で発生する可能性があります。これは、東京都心を含む関東平野で起きる地震で、その影響は首都圏に集中することが予想されます。そのため、問題視されているんですね。一方で、南海トラフ大地震は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む南海トラフ沿いで発生する地震です。これは四国から東海地方、九州の南東沖にかけての広範囲にわたる可能性があり、特に西日本に大きな影響を与えるとされています。それぞれの地震が発生した場合、一方がもう一方の地震活動に影響を与える可能性は完全には否定できません。ですが、現在の地震学ではその確かな関係を証明するにはまだ証拠が足りないと言われています。ただし、大規模な地震活動は遠隔地の近くにもストレス変化を引き起こす可能性があるため、理論的には一方の大地震が他方の地震活動を刺激する可能性はゼロではないとされています。また首都直下地震と南海トラフ大地震が発生した場合、どちらも日本の経済や社会インフラに甚大な影響を及ぼすため、国は総合的な災害対策の必要性を示しています。政府や自治体はこれらのリスクへの備えとして、地震に強い建築物の設置や防災訓練の実施、情報伝達システムの整備など、さまざまな予防策を進めています。首都直下地震と南海トラフ大地震は直接的な関連性は明らかではありませんが、いずれにしても日本が直面する大きなリスクであり、それぞれの地震に対する、それぞれに適した備えが必要です。
建物の耐震性を上げるとか言ってもお金かかるしと思う方も多くいると思います。今回はお手軽にできる地震対策をご紹介します。お手頃価格で購入できる地震対策グッズには以下のようなものがあります。家具転倒防止グッズ、 L 字型やフラット型の家具転倒防止金具、地震対策マット、家具ストッパーなどがあり、いずれも比較的安価で手軽に取り付けることができます。これらは400円から2000円程度で購入できます。例えば耐震ジェルなどは500円程度で購入できます。防災頭巾、地震発生時に頭部を保護するための頭巾で、収納時はクッションとしても使用できます。防災頭巾は4000円程度で購入可能となっています。非常用ブザー、地震で閉じ込められた際に助けを呼ぶための防犯ブザーです。600円から1000円で購入できます。非常用ライト、手回し充電式やソーラー充電式の LED ライトは電池が不要で繰り返し使用できます。こちらは2500円前後で購入可能です。非常食、長期保存が可能なレトルト食品や缶詰、乾パンなどが安価であり、非常食としてストックしておくことができます。こちらは3日分が3000円から6000円で購入できます。水の備蓄、保存水はもちろん、水を衛生的に保存できる水タンクや浄水器も手頃な価格で提供されています。安いものであれば3000円から5000円で購入可能です。緊急避難セット、応急処置セットや簡易トイレ、毛布、ポンチョ、ホイッスルなどが入ったコンパクトな避難セットも市販されています。これは3000円から1万円で購入可能です。最近は100円ショップでも購入可能で、高価なものでなくとも基本的な地震対策をすることが可能です。ただし購入する際には商品の耐久性や安全性を確かめることも大切です。また地震対策グッズを購入した後は定期的に内容物を確認し、賞味期限のあるものは適時に入れ替えることが重要です。いかがでしたか？このチャンネルでは様々な非常事態を想定し、どのように向き合っていくのかという情報をアップロードしています。長巨大地震や巨大津波に備えて、今のうちにチャンネル登録をし、生存率を高めていきましょう。それではまた。